創造コースの紹介をします。皆さん、やりたいことはありますか？学校に偏差値が入った瞬間から受験が目的になるんですよね。高校受験、大学受験、多分就職まで同じような考え方で行ってしまうと思います。自分のやりたいことで仕事ができる、そんな人は限られてるってよく言われます。だから大学に行ってちゃんと勉強しなさい、そういう雰囲気が学校には蔓延してると思います。でもそんなことはありません。やりたいことができますよ。このコースで大切にしていることを紹介していきたいと思います。僕は自分で生き方を選択してほしいと思っています。やってみないとわからないことがある。自分でやってみて、実感して、考えて、振り返る。自分で自分の人生を切り開く力を身につけてほしいと思います。このコースでは机上の空論じゃなくて実感の伴った学びを大切にしたいと考えています。そのためにもアートや表現を通じて経験の資本となる体を耕し、情報をキャッチするためのセンスも磨く時間を設けています。まずは自分自身のことを知らないと人のことなんて分かりません。もちろん完全に人の気持ちを理解しようっていう意味じゃなくて、なんでそうなっているんだろうっていうふうに想像する態度が大切になります。人は違うからこそ面白いし、違いを生かし合って新しい価値は生まれます。そもそも正解は一つじゃないし、一つじゃないと信じられるからこそ自信を持って行動を起こすことができます。プロジェクトはそういう時間です。自分がやってみたいことをやって、誰かが喜んでくれる、それが貢献だと思います。なんだかウキウキしてきませんか？あなたには世界を変えていく力があります。一緒にそれを見つけていきましょう。学びのスタイルは自分で選んだ方が没頭できるし楽しいですよね。自分で学びをデザインしてください。私たちもこのコースでやることは挑戦です。だからみんなで一緒に新しい未来を創造しませんか？待ってます。